ご覧いただきありがとうございます。今回は先ほど終わったばかりのラリーガ第12節レアルソシエダ対レアルベティスの一戦についてお話ししたいと思います。今回ですね、ラリーガビッグ3の一角3位にいるアトレティコがですね、まさかのカディスに敗れるという試合でしたので、まあ、ここでソシエダが勝てば一気に3位に浮上する試合だったんですけれども、まあ、結果は残念ながら2対0でアウェーのベティスが勝利という試合になりました、まあ、全体通してですねソシエダの試合だったんですけれども、まあ、後半85分に、まあ、ほとんどチャンスを作ってなかったベティスが、まあ、ゴールして先制しまして、まあね、この後半85分の失点はソシエダのアリツがまあちょっと自陣でパスミスしてしまいまして、まあ、そこから攻められて失点してしまったというシーンだったんですけども、まあ、この失点の後後半ロスタイムにもベティスのめちゃくちゃうまいカウンターからまあ失点しまして、まあ、負けてしまうというちょっと残念な結果になってしまいました。まあ、これぞサッカーというかですね、やっぱりこう当たり前なんですけれども得点決めたチームが勝つという試合だったなと、まあ、全体通してやっぱりソシエダのペースでしたし、まあ、シュート数も上回ってましたしボールの支配率もソシエダの方が良かったと思うんですけども、まあ、やっぱりねこれがサッカーというような試合でしたね。でまあ久保建英はですね、まあ、予想通りベンチ外ということで、で、先発はほぼほぼマルカが予想した通りだったんですけども、まあ、違ったのはセンターバックがスベルディアではなくてパチェコ。で、トップ下がですね、ナバーロではなくて、まあ、サプライズ選出ですかね。ラリーガ前節第11節のバジャドリード戦。で、トップデビューしたばかりのパブロマリンが初先発と、まあ、いう試合でしたね。でまあ、ソシエダの試合の入りすごく良かったので、まあ、完全にソシエダペースでしたし、まあ、今日ポジティブに捉えていいなと思えるところはやっぱりこの下部組織出身のパブロマリンがすごく積極的で良かったですし、あとまあ背番号34番のマグナセライアが後半の70分から途中出場しまして、まあ、惜しいヘディングシュートもありましたし、このマグナセライアもですね、前節のヨーロッパリーグ第5節オモニア戦で途中出場してトップデビューしたばかりの選手ですから、まあ、こういったパブロマリンだったりマグナセライアのような、まあ、下部組織の出身選手が大一番でまあ経験積めたっていうのはポジティブに捉えてよかったかなというふうに思います。であとはね、今日はセルローと兄貴よりカルロス・フェルナンデスの方が個人的には良かったかなと、まあ、思いますね。まあ、プレイした時間で言うと、兄貴の方が長かったんですけれども、まあ、カルロス・フェルナンデスね、前半13分にも、まあ、シュート打って、まあ、このシュートポスト叩いてかなり惜しかったですし、まあ、後半49分にもブライス・メンデスのスルーパスを、まあ、受けて、まあ、カルロス・フェルナンデスがキーパーと1対1というシーンがあったんですけども、まあ、これはあまりコースがなかったんで止められてしまったんですけども、まあ、この抜け出しも良かったですし、まあ、ポストプレイでチャンスを作ったりとか、まあ、後半70分に交代するまで かなりいい動き見せてたかなというふうに思いますね。まあ、ただね、やっぱりこう久保選手とかダビド・シルバ選手のような、まあ、選手がいない前線っていうのはやっぱり少し活性化に欠けるというかですね、まあ、連携は薄く見えてしまうっていうのが正直なところかなという試合でした。で、次節ですね、ヨーロッパリーググループステージ最終節第6節にマンチェスターユナイテッド戦がま あるんですけれども、まあ、現在マンユーがですね、まあ、今日の試合も勝ったということで今のところ公式戦8試合負けなしとなっておりまして、この公式戦8試合6勝2分けで今来ているということなので、かなりマンチェスターユナイテッドの流れはいい状態ですので、まあ、逆にですねソシエダは今日の
まあ、敗戦によってリーグ戦2連敗となってしまいましたので、まあ、ちょっとこのあたりもどうなるのかなというのが少し心配なところではあるんですけれども、で現在ですね、ヨーロッパリーグの勝ち点で言いますと、ソシエダが今全勝してますので勝ち点15で、2位のマンユが初戦のソシエダに負けて以降連勝してますので勝ち点12と、まあ、3ポイント差ではありますので、ソシエダが引き分け以上で、まあ、グループリーグ1位突破が決定という試合になりますから、まあ、マンユは勝利が必須ということになるわけなんですけども、まあ、これですね、マンユが今回勝った場合になりますと、ヨーロッパリーグのレギュレーションがですね、まあ、いくつか優先順位が、勝ち点が並んだ時のこう優先順位があるわけなんですけれども、まあ、まず優先順位の1番が直接対決した時の勝ち点というので、もしマンユが次節勝った場合ですね、直接対決の勝ち点っていうのはソシエダも初戦勝ってますので、まあ、ここは並ぶということになりまして、でレギュレーションの2番目がですね、直接対決の得失点差と、まあ、これややこしいんですけども、総得失点差ではなくて直接対決の得失点差が2番目の優先順位に来ますということでして、今総得失点差で言うとソシエダは9、マンユが6なので、まあ3点開いてるんですけれども、この2番目の優先順位である直接対決の得失点差でいくと、マンユが 2-0 で勝てばですね、ソシエダは初戦 1-0 でマンユに勝ってますので、まあ、この直接対決の得失点差でいうとマンユが上回ってしまうと、なので 2-0 で勝つとマンユが1位通過になってしまうというレギュレーションになってまして、でもし 2-1 でマンユが勝った場合ですね、ソシエダが1点決めてマンユが2点決めてマンユが勝ったとなった場合、まあ、レギュレーションの3番目の優先順位で直接対決の得点数というのがありまして、まあ、ソシエダ初戦 1-0 で勝ってますから、次節マンユが 2-1 で勝った場合、この直接対決の得点数は並びますので、まあ、ここで4番目の優先順位である総得失点差が上回った方が1位通過ということになるので、ここで初めてソシエダが1位通過確定というレギュレーションになってますね。まあ、少しややこしいんですけれども、まあ、いずれにしてもですね、こんなややこしいことにならんように、まあ、ソシエダが勝ってほしいというふうに思います。まあ、ソシエダホームで行われますし、チケット完売みたいですので、まあ、ホームの後押しがあるというのはかなり力強いですし、あとはね、今日ちょっとベンチ外になりましたけれども、久保選手が回復して、この満員戦大一番出てくるのかどうかというのがすごく楽しみではありますから、まあ、ここはね、本当に楽しみに試合を待ちたいなと思います。ちなみにですね、試合は日本時間で言いますと11月4日金曜日の深夜2時45分というえげつない時間に開催されますということになってます。まあ、ここはね、僕もバッチし体調整えて試合見たいと思いますので、また前日あたりにスタメン予想などの動画上げたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは失礼いたします。